こんばんは。6時のニュースをお伝えします。今回は今話題のエステブレイクトークというアルバイトについて福井アナが取材をしてきましたので、そちらの VTR をご覧ください。はい、今回なんですが、今話題沸騰中のエステブレイクトーク、こちらのアルバイトなんですが、一体どのような仕事内容なのか、本日は早速取材していきたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。こちらの場所で今話題のエステブレイクトークというアルバイトを行っているということなんですけども。はい、行っております。一体どういった内容のアルバイトなんでしょうか。それは私のマッサージを一度受けていただくと分かるので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで福井アナがマッサージを受けること。それではこちらに別々で寝てください。はい、お願いします。はい、大丈夫です。顔をそのまま入っていただければ。誰ですか。あ、どうも。本日ブレイクトークを担当します梅沢です。よろしくお願いします。変な人いるんですけど。あ、はい、今こちらが話題のブレイクトークです。これがですか。はい、お客様がマッサージを受けている間にもなるべく対決をしないようにおしゃべりをさせていただきます。マッサージ中に退屈になってしまうお客様と、なるべく退屈にならないように会話をするというアルバイト。こちらが今話題のエステブレイクトーク。はい、ではマッサージしていきますね。あ、はい、お願いします。お体はお疲れですか。え、まあ少しは凝ってますけど。そうですか。最近暑くなってまいりましたので、知らずのうちに体にも負担がかかってきますので、無理はなさらないようにしてくださいね。落ち着かないんですけど。どうしたんですか。何か変なトレもありましたか。あなたです。こっちはリラックスしたいのに、あなたがそこにいるから落ち着かないんですよ。ご安心ください。私のおしゃべりとマッサージであなたの心と体を癒します。米沢です。癒されません。あなたが目の前にいることで気が散ってマッサージに集中できない。すいません、下向きで話してたらついよだれが。これがあるからやめられないんだよな。気持ち悪い。なんだよこいつ。どうしたんですか。まだマッサージは終わってないので、早く打ち伏せになりましょうよ。近寄んなよてめえ。気持ち悪いな。もう、はい、ということで、今話題のエステブレイクトークは気持ち悪いアルバイトでした。はい、福井さんありがとうございました。以上、ニュースをお伝えしました。We'll be right back.